沖縄県でおよそ3週間のキャンプに臨んでいるサッカー J1 サガン鳥栖。来月の開幕戦に向け着々と調整を進めています。サガン鳥栖がキャンプを行っている沖縄県の読谷村です。気温はおよそ15度と佐賀と比べて比較的暖かいですが、風が強く吹いているので少し寒く感じます。しかしそんな中でもサガン鳥栖の選手たちは練習を行っています。沖縄キャンプ12日目の今日、選手たちはボール回しや試合形式の練習を行い、ゴールキーパーを含めた連携を確認していました。今シーズンは若手を中心に15人の選手が新しく加わったサガン。初のタイトル獲得を目指す J1 12年目のシーズンに向け順調に調整を続けています。レベル高い選手とやれるから、やっぱ楽しいがやっぱ一番が先に来るかなと思います。やっぱり僕もその見てる人たちを楽しませるプレーをしたいっていうのがあるんで。風が強いっす。で、まあ、若いんでエネルギッシュですし、ピッチ外のところでもみんなワイワイしてて、すごくこう仲のいい雰囲気です。沖縄キャンプは来月4日までで、あさっては浦和レッズとのトレーニングマッチを行う予定です。開幕戦は来月18日で、ホームで湘南ベルマーレと対戦。試合の様子は佐賀テレビで生中継します。